ローラ B06-51 はローラが開発したフォーミュラカー。フォーミュラ日本に2006年から2008年まで使用された。なお、フォーミュラ日本の主催者である日本レースプロモーションにおける故障は FN06 である。ウィングカー化によるグランドエフェクト増大が大きなポイントである。これまでのシャシーはダウンホース抑制のためフラットボトム規定に基づいて作られていたが、 FN06 はサイドポット仮面交換形状とディフューザー周辺にベンチュリを構成できるようにしたウィングカーである。この結果ダウンホースは約10%増大。さらに2007年はバージボードとサイドポット側面下部にスカートを追加しリアウィングのサードエレメントを廃止。ドラッグを低減しながらダウンホースを安定して発生し操縦性は一段と向上した。 よって、ドライバーが思い切ったバトルを繰り広げられるようになっている。ただ一方で、ダウンホースが増加した上、当時のフォーミュラ日本では、パワーステアリングの使用が認められていなかったため、ステアリングが重すぎると訴えるドライバーが増加。このためドライバーの負担軽減を目的に、当初2009年からの採用が予定されていた、パドルシフトを1年前倒しして2008年から、 導入することとなった。車シシーの改良については、走行性能に直接関係する部分は禁止されており、リアビューミラー、ラジエターインテーク、ブレーキ冷却ダクトなどごく一部に限られている。そのためチーム間の性能格差は、基本的に存在せず、各選手、チームは、セッティングの工夫とドライバーの腕のみで、ライバルと戦わざるを得ない。その結果、 レースでは接戦が多くなる。ありがとうございます。